サー・サイモン・デニス・ラトルは、イギリスの指揮者。2002年9月から2018年6月まで、ベルリン・フィル・ハーモニー管弦楽団の主席指揮者、県芸術監督を務めた。2017年9月から、ロンドン公共楽団の音楽監督を務める。1955年、リバプール生まれ。幼い頃からピアノと打楽器を学び、イングリッシュ・ナショナル・ユース管弦楽団では、 中学期奏者を務めた。1971年に、ロンドンの王立音楽アカデミーに入学し、指揮を学んだ。1974年、ジョン・プレイヤー国際指揮者コンクールに優勝し、ボーンマス交響楽団及びボーンマスシンフォニエッタの副指揮者に就任した。以後イギリスの主要なオーケストラを指揮し、1977年には、ヤナーチェクの利口なツネの物語を指揮し、 グラインドボーン音楽祭に最年少でデビューした。20代前半からすでにヨーロッパ各地のオーケストラに客演し、様々なオーケストラからの使用ポストの申し出を受けたが、1980年に自国のバーミンガム市公共楽団の主席指揮者に就任した。ラトルの就任当時には決して国内的、国際的知名度が高いとは言えなかった、このオーケストラを、 徐々に世界的なオーケストラに育て上げた。1990年には同オーケストラの音楽監督に就任した。同団との来日も数度果たしている。一方、1979年にロサンゼルスフィルハーモニックを指揮してアメリカデビューを果たし、1981年から1994年まで同楽団の主席客演指揮者となっていた。 1984年、大英帝国勲章コマンダーに助された。1994年、30代の若さで、ナイトに助され、サーの称号を得た。1996年に放送されたテレビ番組、故郷を離れてでは、最も優れた芸術番組に与えられるバフタ賞を受賞している。1999年、バーミンガム市公共楽団との長年にわたる活動に、 対して、サウス・バンク・ショー・アワーズのアウトスタンディング・アチーブメントが贈られた。2002年、クラウディオ・アバドの公認として、ベルリン・フィル・ハーモニー管弦楽団の主席指揮者、県芸術監督に就任した。ラトルは、ベルリン・フィルの若年層の聴衆及び音楽人開拓のための活動である、スクンフト・ブファルに取り組み、その一環として、映画、ベルリン・フィルと子供たちを制作した。 こうした青少年育成活動は高く評価され、2005年にドイツの教育分野で権威ある賞であるシラー賞を受賞し、2007年にテレビ雑誌ホースからゴールデンカメラを授与されている。一方で古典音楽に対するオーセンティックな演奏に対しても活動の幅を広げ、古学の演奏団体であるエイジオブインライトメント還元楽団に客演している。 2004年の BBC プロムスでは、同団と共に、ワーグナーのラインの黄金を演奏会形式で上演し、その後、ニーベルングの指輪にも取り組んでいる。他方で、2006年頃から、ベルリン・フィルト・ラトルの間の関係には、危機の兆候があると複数の指摘があった。ベルリンでの在任期間が長くなってもラトルが、音楽上のやり取りをドイツ語ではなくほとんど英語で行うことで、 誤解や演奏のマンネリを深めた可能性があると言われる。2012年7月には、ロンドン五輪の開会式で、ロンドン交響楽団を指揮し、映画、炎のランナーのテーマ曲を演奏、ローアン・アトキンソン演じる、ミスター・ビーンと共演した。2013年1月11日、バイエルン放送が、ベルリン・フィルの首席指揮者を2018年をもって退任すると報じた。 ベルリンフィルも1月10日の日付で2018年での人気終了を発表している。同年9月7日、イギリス高級誌タイムズは2018年にラトルがロンドン公共楽団の主席指揮者に就任するだろうという見通しを記事にした。2015年3月3日、ロンドン公共楽団はラトルが2017年9月に 同団の音楽監督に就任する予定と発表した。2017年9月に、ロンドン公共楽団音楽監督に就任し、2018年7月現在に至る。2021年1月11日、ラトルが2023、24から5シーズン、バイエルン放送公共楽団、バイエルン放送合唱団の主席指揮者を務める予定であることが発表された。 ありがとうございます。